はい、ご存知橋本でございます。今回はですねリクエスト企画ということで、あるね YouTuber さんから、自分の動画をご覧になっていただいていまして、気になることがということで、今回ね取り上げるのがこちら、ホワイトボードでございます。で、このホワイトボードなんですけどね、うち自分がね、営農するようになってから一番初めにねこの牛の胴体板ということで、制作いたしました。どういうことが書いてあってどんな感じで活用しているのか見ていきましょう。ということで、今回ねこのホワイトボード紹介していくんですけども、紹介しているよりもねただのホワイトボードです。説明終わり。っていうわけにはいかないんですよね。で、ちょっと事細かく見ていきましょう。こちらの牛のステッカー、これもね自作なんですけども、こういう風に番号振ってるんですけど、うちの牛ってねここの耳の方に、青だったり、ピンクの辞表がついてるんですよ。投資番号でね。で、それによって、何番の牛が発情来てる、分娩だとか調子悪いとかっていうのを管理してるんですけども、その牛が今どこにいるのかっていうのが、ここでね、こういう風に、枠内だったら、違う牛舎にいますし、このね枠内だったらこの牛舎の中の、どの方にいるかっていうのが分かるようになっております。で、こちらの方、子牛なんですけども、出荷順、大体ですね、ここに来ると、次月出荷っていう形になるんですけども、その時に、分かりやすいようにね、大体親だったり血統の頭の方を書いておいて、あとはねこういうふうに、去勢日いつやったかっていうのを、記載しております。こちらの方なんですけども、ここにある辞表の何ですかね、投資番号で、第2代祖までの血統構成を書いておりまして、こっちが今度生まれてくる、赤文字が生まれてくる、生まれてきた、緑が生まれてきた牛っていう形で、こういう風に記載しております。はい、こんな感じでねざっくばらんでございますが、こんな感じで、うちではね、なぜかねファームノートを今度利用し始めたのに昔からこうやってるっていうのを、ね、未だにね手書きでやってます。っていうのもやっぱりね、携帯ねずっと触ってるわけだったりじゃないんで、やっぱ書いとかないとね忘れるんですよ。で、まあ、これだとね、ここに来た時にパッと一目瞭然なんで、もちろんアプリでも牛群管理をするけども、こっちのね、ホワイトボードに書いて書き写して、牛群管理をするっていう形も取っております。で、今回ねリクエストいただきましたのが、大分県の方でですね YouTube をやられております、こういうね牛関係の YouTube をメインに上げて、おらっしゃる方なんですけども、フリルドひろちゃんさんっていう方なんですよ。で、チャンネル名ここに、チャンネルのねあれが上がっているんですけども、本当にですねこういう風に、自分の YouTube も同じジャンルでね見てくれてね、あのひろちゃんさんもねすごい頑張って YouTube 上げてます。で、ぜひですね、チャンネルとあとその URL の方はね下の方の、説明欄の方に載せておきますんで、ぜひそちらのねひろちゃんさんの動画も、見てもらえればなと思います。今回はですね、ひろちゃんさんよりいただきましたこのねホワイトボードの活用方法だったり、この詳細っていうのをお送りしました。ありがとうございました。